さあ、てっちゃん、サーキットでも天才的な走りを、ミスター911ターボ S、はいはい、ただ速いだけじゃなくて本当に乗りやすいね。いや本当にこうなんていうんですかね、今日のまあラインナップとかやりましたけど、改めてこのポルシェこのターボ S ですね、うん、なんかもう悪いとこが見つからない感じですね。やっぱホイールベース伸びて、はい、でリアが 4WS で、はい、ものすごく安定志向になったよね。そうですね、前のターボってちょっとこう四駆なんですけど、うん、ジャジャ馬っぽいありましたよね。でちょっと限界が取引なとこあったよね、はいはい、で結構なんですかね、100R なんかでリア出る時ありましたけど、うん、全然なくてすごいこう乗りやすかったですね。タックインが減ったよね。タックイン減りましたね、うん、昔のてか初つ前のやつは本当にアクセルオフしたりとかブレーキ踏むとすごいリア結構出ましたよね、うん、でもそれそういうのがなくなるとつまんないってよく言われるじゃない、はい、でもこいつは速くなってるからそうですつまんなさ感がないんだよね。だから運転って何ですか、リアがこう出たりとかコントロールしないといけないとつまんないって言いますけど、やっぱサーキットでこう安定感が僕なんかはもう全然こっちの方がいいよね。いいですね、うん、昔だと攻めていくと変なそうですトリッキーな挙動だったけど、はい、今回はもうより高い次元までこう攻めていけるって感じで、ね、はい、だからそのあたりがすごいですし、PDK とかブレーキとか他の部分も全然こうなんですかね、違和感ないですし、うん、完璧ですよね、うん、まあその天才的な走りを見せたサーキットのね、はい、911ターボ S ですけど、はい、一般道も、はい、もう荒々しい感じじゃないじゃない。そうですね、まあ、正直乗り心地すごいですよね、うん、GTR とはそこは違いよね、うん、まあ本当にこうなんです。それとこうなんていうんですかね、ノイズというか、うん、音がすごい静かですよね。あ、ロードノイズがないよね。ロードノイズですよね。普通チッピングとか、はい、ロードノイズとかなんかバタバタとか硬いとかね、はいはい、だからそのあたりっていうのはやっぱり全ての面において完璧ですよね。だからこのサーキット走ったら結構硬いじゃないですか、うん、でも一般道走っても逆に一般道走るとそこそこ柔らかく感じますもんね。そう、それが不思議でさ、ね、一般道で柔らかく感じたらサーキットはもっと柔らかく感じるような、はい、感じますよね、はい、ハイスピードだと逆にスティッフな感じなんだよね、はいはい、そうですよね。不思議だ、車作りするよね。どういうやり方なんですかね、うん、なんか普通サーキットで合わせるとこういうとこなんてもう乗れないですよね。乗れないよね、はい、だからいろんなスポーツがあるけど毎日乗ることを考えたらビジネスとか、はい、ファミリーユースとかゴルフとか、はい、でたまにサーキットとか、そうですね、そしたらもうポルシェしかないね、選択肢はと思いますね。で、うん、これタイヤがあれですもんね、ピレディの普通のやつですね、深溝のね。ですよね。ですからミシュランの方を使ったら浅溝のね、浅溝使ったらもっとサーキットに合うってことですもんね、うん、でも逆に一般道のウェットと乗り心地がちょっと犠牲になるんですよね。まあ、そう考えたら、うん、まあ、僕ピレリまたミシュラン、この車にミシュランというのは乗ったことないんですけど、うん、あのこのピレリとのこの相性っていうのは20インチのピレリ悪くないですね。いいですね、うん、すごいこう乗り心地もいいし雨もいいでしょうしね。で今日結構路面温度高かったじゃん、はい、サーキットで、はいはい、でも熱だれしてないじゃない。そうなんだ。クミちゃんも乗ったからさ、はい、全部で10ラップぐらい乗ってるけど、あの冬場に僕一回この車で、多分同じ車だと思うんですけど、うん、あの走ったんですけど、ちょっとその時よりも逆にあの今日の方がグリップ感良かったんで、うん、あのちょっと熱に対して強いタイヤなのかもしれない。路面温度が高い方がいい仕事だね。いいのかもしれないです。エンジンは冬の方が回ってましたけど、うん、コーナリングは今回の方がなんか安定してるような気がしました。タイヤが熱だれしないっていうのが驚いたよね、はい。はい、そういう気がしましたですね。でどう普通のこう今30キロ40キロ出してるけど、いやもう普通に走れます。普通に走れるよね。普通に走れるってこうしますし、こう今の継ぎ目なんかもう全然ね、うん、こつっとこない。今路面悪いけどね、ロードノイズここすごい悪いじゃないですか。ロードノイズないよ、だからすごいこうなんですかね、いいですね。前こうなんていうんですかね、同じ日に違う車乗ってテストした時もあったんですけど、うん、ポルシェのこの車ってそういうなんですかね、静かさっていうかノイズの面が際立ってよかったですし、今日もやっぱりそれを感じますね。まあ決してこう高級車って、まあはい、アストンなんかと比べると、はい、そういう高級じゃないから、はい、なんかジーパン T シャツでも乗れるし、そうですね、カジュアルでいて、はい、それで性能が高くて、はい、もうサーキット一般道オンとオフ全部こなせて、はい、そうですね、なんか1台で4役ぐらいこなしてる感じだよね。だから富士なんか、まあ、変な話ですけどサーキットで言うたら富士みたいなああいう高速サーキットだと
GT3 よりもこっちの方が速いんじゃないかなみたいなね。タイヤ に対して神経質じゃないからね、でストレート長いじゃないですか、そうだね、なんかそういう気もしますよね、でちょっと雨でも降ろうもんなら GT3 はいっぺんにダメになるけど、こっちは四駆だし、タイヤ深溝だから、全天候で見たらターボ S の方が速いね。いやこれ強い車ですよね、だから本当になんていうんですかね、乗った感じもすごいやっぱりこうちょっとホイールベース長くなって、なんかちょっとどっしりした感じも普通にありますね。なんか60回ローン組んで買いたくなっちゃったな60回ですか。でもね、それぐらいの気持ちになるぐらい普段絶対使いますねこれね、バルターロールがね、ターボ S、ポルシェからまあもらってんだと思うんだけどね。ああ、ニコニコしててこれ俺のだみたいね。去年初めて僕ニュールでバルターロール見ました、テストの時に。背高いんだよ。でもあいつすごいのは、ラリーもやってたから、オフロードも速いんだよね。ああそうですよね、何歳ぐらいの方ですか。もう僕より5つ6つ66歳かな、それでもね、週に3日か4日ぐらいトレーニングしてるし、もう体脂肪率 10% ぐらいだし、細いですよね、これ今すごいガタガタした道でしたけど、かなりあれですね、このなんていうんですか、こういうコツコツっていうこうなんですか、ハイスピードの吸収って、やっぱりダンパーとかそういうとこがすごい良くなってるんですかね。だからダンパーと、サスのまずフリクション取ってる、なんかそのフリクションを感じないですよねあんまり。基本だよねだからね、